はい、えー、サッカーキングをご覧の皆さんこんにちは元気でお過ごしですか、えー、今回はラリーが第20節行きましたので半分終わったんで、えー、定点観測ということで、えー、L レズメ版ということでお送りします、えー、解説コメンタリストはおなじみの小沢一郎さんです今日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますは倉康です。さて小沢さんも4ヶ月僕らこの定点観測シリーズやっているんだそうですけれども、うん、小沢さんはこう日常の中で何か 定点観測されてていることってありますか絶対毎日ルーティンでするのは、子どもの幼稚園のこう、特に朝の送りかなと思うので、なんかそういう時の、どういう人、まあ、大体同じやっぱりお父さん、お母さんとは会ったりするので、まあ、そういう人たちの日々のこう言動とか、服装なんか気になってますかね、なんか頭の片隅で。 お子さんを育ててらっしゃると、まあ、クメなわけですね。そうするとやっぱ、お子さんの変化っていうものは、毎日見てるわけですよね。あ,あと、そういう意味でいうと、お風呂も基本的に自分が2人いるんで、確かにやっぱ成長期なので、うん、毎日会って、毎日体洗ってても、足太くなったなとか、<ー>手大きくなったねみたいなことは言いますかね。なるほどね <laughs>、はいあ。それはなんか楽しみな定点観測を、ね、されているなって気がしますね。 え僕はねあのコンビニのチェックするの好きなんですよ。おそうですかコンビニって小澤さんの結局置ける数が決まっているから、はい、置かれてる品物っていうのはもちろんアンテナショップみたいなものもありますけれども基本エリートなんですよ、うん、人気商品しか残れないってことですよね。だからそこの中で淘汰されつまり彼らのコンビニにいるグッズっていうのは彼らはあれプリメーラなんですよそっかそっか。<laughs> <laughs> そこでダダメにになるとセグンダーに落ちていく っていうもので、うん、そういうチェックもねなかなか面白いんですけどあのね最近こう気になってるのが、ね、これセブンイレブンのミルクアンマンというものがあってこれがの博多で有名なお土産に、はい、トウキモンという和菓子があるんですけどもこれとあの味がよく似たりというのがネットで評判になってるそうなんですよ。 なこういうものをまたいちいち、ね、こうチェックしていくということも、あのぜひ小沢さんと見つけたら一緒に食べたいなと思って、いろんなコンビニ行かれるんですか、倉敷さんは。僕好きですね、<あ>コンビニいろんなものをチェックしていくのって。えー さすすがですがあ,るんだとあとは探しているものがあるとです、ねあまあ、例えばカステラ一つにしてもこう違いがあるっていうのをこう買って楽しんだりすするのは好きですね、うん、確かにお菓子系はねこう、はい、僕もいろいろいろんなコンビニって好き嫌いありますからね。 ありますか僕はやっぱセブンの甘いもの系が好きですね。あなるほどねああ。甘いもの系はね、これは、あの、き<に> <laughs> <laughs> 今日はえっ、ー、と、L レズメなんですけど、ど前半戦総括になりますかねそうですね、はいあの、プリメラ・ブエルタ、前半戦が、まあ、第19節で終わりまして、まあ、20節まで、われわれ収録時点で終わってますけれども、まあ、基本的には前半戦ということで、プリメラ・ブエルタという言い方になると思います。 え今日は二十節までの印象それから印象に残っているチームと選手それからこれからさっき10節を経過して三十節までの見どころという形で進行していきます史上最高のサッカー選手ディエゴ・マラドーニ。だが歯車が狂い始める私は一人でのサッカー選手が多い私はディエゴ・マラドーナを学んだ 誰も見たことのない秘蔵映像とともに誰も知らない波乱万丈な人生が明かされるディエゴマラドーナ2つの顔さて小澤さんまずですね目下、えー、優勝争いにまあ、えー、加わってると見られる上位4チームの印象からお願いしようと思います。はいはい まあもうアドレシコ・マドリーガう独走なんで、はい、まあかなり優勝、固くなってきてるんじゃないですかねこれかなり強いですね。はい えー、まあそういう意味で言うと、やっぱり、シミオネ監督が今季3バックにして故郷アンカーに置いて、攻撃でかなり違いを出したと、でまあ、特にウイングバックの使い方でいうと、まあ、右トリッピアがね、今、FA からのこう制裁で出れなかったりしてるんで、はい、まあトリッピアなんかが出れれば、右はね、こうマルコス・ジョレンテとっていうところで話したことありましたけども、はい、左のカラスコがやっぱりかなり安定してきたなと、やっぱウイングバックでいうと、彼の上下動と、やっぱり、 推進力はかなり効いてるなっていうところありますんで、まあ、そこがカラスコ、えー、それからルマルのシャドウ、あとはエルモーソスの3バックの左のセンターバック、これまでの重尻監督の下でのアトレシカデ・デマドリードはほぼ消えてたというか、まあ、戦力外でしょうと思ってた選手たちが思わぬ対等で逆にサウルなんかをベンチに追いやっている状況ですから、ちょっと驚きのそういう,こう、ね、選手起用も含めて、重尻監督が今までやってない 来なかっったことをやって、うん、ちょっとだいぶそういう、ね、新しさも出しながら強さも出してでルイス・スアレスが最後は点取るっていうところでいうと、うん、まあここまで来て前半戦終わったタイミングでかなり硬くなってきてるのかなと優勝に向けてはっていうところですかねまあ半分終わってアトレチックは勝ち点47取ってシメエナ監督は100を目指すとおっしゃってましたね。<laughs> まあパルティードはパルティードなんですけど、まあ、やっぱり、ね、マドリーダービーでしかちょっと悪い内容で負けゲームがないので、はい、まあそういう意味でいうと取りこぼし今後も多分ないでしょうで前半戦見てもこれ去年までだったら引き分けかなみたいな点取れないかなっていうところをことごとくルイス・サレスで持ってったりとかするので、ね、いやバルセロナ、ね、こうルイス・サレスローンで出して。 彼のね給料の半分まで出してていいのかよっていうところは言いたいですがいや,まあやっぱりそれぐらいアトリシュド・マドリーは今ちょっと国内限定ですけどねこれ CL 取れるかっていうと僕は全くそこは高望みできないかなと思ってますけど国内限定でいうとちょっと取りこぼさないなっていうイメージは持ってます。 4強が今、だからアトレチコで、レアル・マドリー、バルセロナ、セビージャで、この4強の直接対決を見たんですけど、アトレチコは、まあ、バルサとセビージャに勝っていて、レアル・マドリーには負けていると。で、じゃあ次に紹介するレアル・マドリーはというと、全部勝ってる。 レアルマドリード現状というのは、実は次の回で詳しくやろうと思ってるんで。はい。さっくり小澤さんに、えを伺いたいんですが、どうですか。はい。まあ、肯定化されたメンバーで、強い相手で、かかった試合だと、間違いなく強いですよね。うん、以上って感じです。あ、なるほどる。詳しくは、<laughs> あの、次回、たっぷりと、というところ、お送りしようと思います。はい、さあ、サイン、バルセロナなんですが、えー、先日のニュースとしては、大変な、えー、債務を抱えていると。大丈夫なのかと。 心配しているファンも多いと思いますが、前半の印象いかがですか？まあやっぱりね。こういろんな。まあ特にメッシの問題とまあ、会長が辞める辞めないっていうところで、バルタム全体制の下でゴタゴタがありましたんで、シーズンの入りは悪かったですよね。まあ、クーマンかんだ。こもなかなか。まあピッチ外チーム周辺がね。安定しないので、やりにくかったと思いますが、まあ、だいぶ定まってきたのかな？という意味では。 何度かバルセロナの動画でも話しましたが、やっぱりまあ、ね、主役になるべき選手が定まってきて、まあ、メッシー以外でいうと、やっぱりデヨングの中盤での台頭、まあ、ペドリはもちろん、ね、こうメッシーのパートナーとしてはだいぶ定まってきましたが、本当に毎試合のパフォーマンスレベルでいうと、やっぱりデヨングはここ最近、点を取るっていうところも含めて、だいぶこう頭角をもう完全に表して抜きき、まあ、完全にリーダーになってきたな。 まあそれプラスでえとまあ後半戦に向こうディフェンスラインのピッケセルジュ・ロベルトあたりが戻ってきたらだいぶ戦力が戻ってくると思うので次第の部分は大きいと思うのでまあ守備ではだいぶ計算特に国内ラリーガンの戦いは計算できると思うので前半戦みたいな取りこぼしは多分後半戦はないと思うんですけどもまあ国内での競合とのまあねまあ L クラシックも含めて特にアトレチコ戦なんかも含めて こう上位をたたかなきゃいけないときに勝ちきれるかというところと CL のところでいうと、ちょっとまだ読めない部分はあるのかなと思いますね3月の7日に会長選があるんではないかというふうには報道されてますけど、この会長選以降っていうのは、また悪さが変わってくる可能性ってはありますか。 そうですねやっぱ今、無政府状態なので、でやっぱり何も決定できない、冬のマーケット、もともとお金ないんで、ね、取れるとは思ってなかったですけど、やっぱり、まあ、できればね、会長が誰か決まっていたら、エリック・ガルシアぐらいは多分この冬のマーケットで補強できたと思うので、まあ、そういうこともできないっていう意味では、 まあ会長選挙を早くやっぱりした方がいいと思いますけどまあそれがもう残念ながらねこのコロナ禍なので3月7日にまた延期になったっていうことでいうとまあ決まればだいぶ方向性見えてくると思うのでまあまた、うん、いろんな意味でこうチームの周辺は誰がせん会長になるんですよ今の無政府状態よりはプラスになるかなとは思いますね。なるほどどね、うん、で4位セビジャーはううでしょうか セビージャはやっぱりロペデイ監督のもとでだいぶ、こう、まあ、戦い方でね、何か、こう、毎試合戦術的にとか、まあ、去年の基本ベースがあった中で、まあ、バネが抜けた穴をどうするのかな、そこがラキティッチが埋められるかなっていうところでしたけど、まあ、結論はやっぱりバネがの穴は埋められなかったなと。なので、まあ、パプゴメスが加入して、 まあどれぐらいできるのかなってまあ我々まだねこの収録時点ではそこのところは見れてないのでどれぐらいフィットするかはまるかっていうところ次第だと思いますけどもまあ中盤の構成力よりももともとロペディ監督はもうダイナミックに中盤省略してもまあサイドのところでまあ特に右で言うとナバスとまあ今季はだいぶこの前半戦の後半にかけては裾がだいぶはまってきたのですそと。 まあヘスナンパスナ左にオ,パンオカンポスが回ることが多くなって、今まででいうと、そこでサイドは取れて、クロス上がるけど点が取れないで、ルーク・ディオング、ちょっと決定力不足だなというところがあったところが、エンネシリがもう爆発し始めましたので、そこでいうと、だいぶチームとして勝ちパターンが定まってきたんだ。もともと昨シーズンからねこうセンターバックの組んで、ジイゴ・カルロス、フェルナンドのところは鉄板でしたから、そこの攻撃のところで得点取れるようになってきた、勝ち切れるようになってきたという意味ではま、また、 後半戦に向けてもだいぶこう優勝争いも食われる可能性は十分にあるチームじゃないかなと思いますね直接対決で見るとこうバルセロナ、セビージャっていうのはこう勝ってなくてこう1分け2敗バルサがセビージャと引き分けてマドリア・トレチクに負けセビージャはバルサと引き分けてマドリア・トレチクには負けだからその上位4つで見るとマドリーが3勝で9ポイント。 アトレチコが2勝1敗で6ポイントあとの2チームが1ポイント直接対決というのはこういわゆる6ポインターズなわけですから、うん、この数字を、まあ、アトレチコマドリーがどうなるかというところでしょうかねそうですね、まあ、ただセビージャに関していうと、まあ、4位を取れれば、まあ、目標達成ですからどこまで後半戦そういう ね、特に3強に対して、まあ、絶対勝たなければいけないんだ、勝つぞみたいな気配で来るのかなというところはありますしね、まあ、そこはちょっと読めない部分であります。なるほどこの4チームだけで優勝争いっ,たらもう区切ってのいはい、まあ基本、もう1チームだと思ってますけどあ、うもいしどちらかというと3強でやるんじゃないかなと思います。セビジャゃ正直、優勝争いっていうことでいうと厳しいんじゃないかなと思います。分かりました ではせっかくなんで、えー、5位から20位まで、まあ、これを全部コメントしてくれるのは多分日本で小沢さんしかいないと思いますけども <laughs> あまりじゃあ僕は口挟まないようにしますんで、えー、5位のビジュアル,アルからお願いします、はいまあね内海エミ監督が、ね、就任して、まあ、バリエーションはだいぶ増えたっていうのとやっぱり前半戦のまあ早いタイミング3節のバルセロナ戦から4141433、まあのシステムで。 まあだいぶ守備も安定してとていうところがありましたがまあシーズン通してけが人がとにかく多いとまあそういう中でやりくりしてますがまあ補強は的確で、冬もねやっぱりキャペちゃんと取れたりとかまあしてますんでまあ,あとはカンテラの台頭もありますんでうまくやりくりはしているのでまあ4位争いっていうところで言うとセビージャットうまく戦っていけるんじゃないかなと思いますんでまあヨーロッパリーグもありますしまあコパもまだ残してますんでまあ基本的には。 こうカップ戦でのタイトルを狙いたいというところでウナイアメリカ監督呼ばれてますから、まあ、そこに対しては貪欲に、えー、ラリーが中では4位い狙いでってというところでの戦い方を進めていくと思うので、まあ、陣容に関して言うと、まあ、怪我人が戻ってこれれば、まあ、特に前半戦でいうとパコ・アルカセルの負傷で、まあ、ところどころジェラル・モレーノもやっぱり怪我してしまっているので、まあ、とはいえ前半戦 のベスト選ぶの中でもベーストナンバーワン選手は間違いなく僕はビジャレアルのジェラルモレーノだと思っているので、うん、まあやっぱりその選手に引っ張れる形で攻撃が決定力が上がってくるとん勝ち点順位は当然上がってくるかなと思いますねはい、えー。6位はレアルソシエダですはいまあちょっとここに来て勝ちきれないゲームが多くてまあ序盤戦は良くてっていうところはありましたがまあ昨シーズン もうまあサッカーの内容は申し分ないと、で相手を押し込んでトランジッションのところも強度高くて、まあ、ある意味で我々がイメージしていた、ね、ペップの時のバルセロナのようなサッカーをやっぱりしてくれていたチームですけれども、まあ、ここに来て、ちょっと相手もだいぶ対策してくる、プラスやっぱりフォワードのところで最後、フィニッシュが。 今季もウィリアン・ジョゼイ作のところで取れないというところでいうと、まあ、後半戦に向けては、そこがウィリアン・ジョゼがウルブスに移籍をして、カルロス・フェルナンデスをセビージャから、まあ、なんとか完全移籍で取ったので、まあ、かなり投資をしたなと思って見てますけど、も、まあ、そこのところが、まあ、個人的にはカルロス・フェルナンデスの去年のグラナダでの活躍を見てると、まあ、間違いない選手だと思うので、まあ、ラ・レアルにもハマると思いますし。まあ そういう意味では、まあ、しっかり点取れれば勝ちても順位も上げれると思いますし、まあ、中盤以下のところでいうと、ちょっとセンターバックのところと、まあ、モンレアルがもし左サイドバックで出れないときに、アイエム・ムニョスだと、ちょっと、えー、レベルがな、差があるかなというところがありますが、まあ、あとは前半戦で言うと、オアル・サバルもちょっと怪我が勝ちもありましたんで、フル稼働しすぎましたんで、まあ、その辺をうまくやりくりできると。 えーまあ、レアル・ソシエダーぐらいまでは4位争いしてくるんじゃないかなというふうに見えますので、まあ、前半戦に関して言うと、うんまあ、合格点は上げれるんですけどスタートのところが良かったので C も取ってましたので、まあ、ちょっと前半戦の終わりにかけて、うん、ペースダウンしてしまったかなという前半総括にはなりますかね。なるほどねまあ、後半の結果にもりますが一応6位までがヨーロッパ圏内ということにはなっているわけですけどね、えー、7位はグラナダです。 いやグラナダ、この順位で、ね、やっぱり今期はヨーロッパリーグのプレーオフ予備戦から戦ってましたんで一番試合数多い中でもこの順位に持ってきてるっていうやっぱりディエゴ・マルティネス監督の、まあ、手腕の高さ、まあ、もちろん補強も夏に的確にできたっていう部分もありますし、まあ、やっぱりルイス・ミージャが当たってとか、まあ、ルイス・サレスがハマってとかっていうところありますし、まあ、ホルヘ・モリーナもやっぱり入ってくると。 まあ前線でボールを収められるんでそのでソロダード少し休めすることができるというところもありますし、まあ、やっぱり補強も的確で、まあ、ソリッドなディエゴ・マルティネス監督のやりたいサッカーが、まあ、これだけ過密日程でヨーロッパリーグも戦いながらでシーズンの途中前半戦の序盤でいうと、まあ、コロナに侵されてチームの本当トップチームの選手の登録選手の半分ぐらいかかっちゃって。 マルティネス監督も、ね、こう陽性反応出てとていう時が苦しい時期があって、まあ、それでもこの順位にしっかりといるというところはさすがだなと思いますので、まあ、そういう意味ではもう前半戦は合格点、もう完全につけれるもうよくできましたという反抗をしておきたいぐらいのチームだと思いますなるほど、ねはい、8位が、えー、レアル・ベティスですね。 まあやっぱりここ2シーズンとにかく失点が多いキーパーのところが弱点とやっぱクラウディオ・ブラボーが入ってきましたが、まあ、彼も怪我してしまったというところもあって、まあ、ジョエル・ロブレスが出ると簡単に失点してしまうなあとセンターバックのところもマンディバルトラシジネ、まあ、そこがなかなかセンターバックがしっかり跳ね返せない、まあ、ビクトルイスも含めて跳ね返せないというところが、まあだまあだんなってやっぱり失点は多いんですが。 まあそこを攻撃力で補うというところと、まあ、ペチェギュニ監督はやっぱり辛抱強く任せてあげれば確実にいいチーム作ってくれる監督なので、まあ、そういう意味ではまあだいぶ前半戦の終わりにかけて、えー、まあチームとして。 こう骨格ができてきたなというところは前線の使い方、まあ、やっぱりフォワードのところはサナブリア、ロレン、それからボルハリ・グレシアス、どれもパッとしなくて点取れないんですけど、まあ、そこで点取れないときに、やっぱカナーレスの奮闘はちょっと凄まじいですね、まあ、代表で11月の代表で怪我してしまった後、まあチーム全然勝てなくて、戻ってきたらもう、前半ね、点まで取っちゃう、ゲーム作るだけじゃなくて、点取って決めちゃうみたいなことまでやってるんで。 ちょっとこのチームは本当カにレずしだいフェキルもいますけどカナレス次第になってきたかなというところがありますのでカナレスが出て今のパフォーマンス見せてたら間違いなく、うん、ヨーロッパリーグ圏内を狙えるんじゃないかなっていう、まあ、期待前半の最後にかけては、うんまあ、期待を見せるような前半だったんじゃないかなと思います。うんえー、9位がアトレティック・クルーブです。はい。 まあガイスカ・ガリターノ監督のもとで、ね、昨シーズンはコパのファイマナルまで行って、まあ、シーズン始まってからもちょっとやっぱりガイスカ・ガリタ,ーノ,、ね、ガリターノ監督のやり方がなかなかうまくいかなくてまあソリッドに守備からっていうところでもう少しうハイプレスアグレッシブにやってほしかったなというところありますがそこがうまくいかずに年明けにマルセリーノ監督に変えてっていうところで まあそこでいうとうまくいってスーペルコーパー取ってで、まあ、リーグ戦でも、ね、直近のヘタフェ戦で5一1で解消してますので、まあ、だいぶチームとしてはこう上向いてきたなと、まあ、あと前半戦で見ると若手の台頭がやっぱりこの、ね、レサマーで全員全選手が育ってきてるるというところでいうと、まあ、中盤ボランチのウナイ・ベンセドールのこう躍動台頭はちょっと驚きましたここまでやるとは思ってなかったので、まあ、ウナイ・ロペスが怪我の間ぐらいかなと思ってたところがもう完全にレギュラー取って どちらかというとボランチの中では、ね、ダリ・ガルシアとかベスが、まあ、彼らよりも多分今序列は上になってると思うので、まあ、そういう選手をやっぱりいきなりプリメーラで、ね、こうレギュラーで1年目でなった選手がこれだけプレーできるっていうのはさすがだなと思いますし、うん、あとはフォワード陣もねこう甲府町の波ありましたしアドリスいないんですけどもビジャリブレの使い方もだいぶ。 ねこうまあ、彼、使われたらば結果出すなってとかれありますし、まあ、マルセリーノ監督になってラル・ガルシアとイニャキュ・ウィリアムスの2トップだとは思いますが、まあ、4あ4 − 2で、まあ、特にウィリアムスのスピードを生かしていくと、まあ、しっかりとうん勝ちきれる試合が多くなっていくんじゃないかなというところは感じますね。ね 10位までがトップハーフになりますが、10位にセルタが帰ってきているっていうところですね。そうですね。まあここもセルタも早いタイミングで、まあね、こうコーデ監督に監督交代があって、まあオスカルガルシアはやっぱりなかなかうまくいかずに、まあ選手とも多分うまくいってなかったと思うので、まあ、選手たちから。 ね、ちょっと、うん、どうかなって懐疑的な目で見られたシーズンの入りだったと思うので、まあ、そういう意味で言うとコーデ監督になってかなりアグレッシブにもともと陣容は攻撃的でアグレッシブなサッカーできる選手たちで揃えているので、まあ、中盤をこうちょっと思い切って菱形の4 4 2にコーデ監督してでデニス・サーレストップ下に置いてアスパスとサンティミナで攻撃的にいくぞっていうところで言うと、まあ、そこでうまくはまって、ね、コーデ監督になってからは。 まあずっと勝ちが続いてましたけどもやっぱりセルタはイヤゴ・アスパス次第なのでアスパスが怪我しちゃうと勝てないっていう、まあ、前半戦の最後にはなってますんで、まあ、アスパスが戻ってきて普通にプレーして、まあ、普通に出場できれば多分相当高いレベルでまだプレーしてくれる選手だと思うので、まあ、そういう意味でいうと得点はまあアスパスがいる限りは大丈夫かなと思いますが、まあ、ちょっと守備のところはレナト・ダピアがアンカーのところで安定はしてきましたが、まあ、センターバックのところはやっぱり。 うん少し不安かなというところはありますので、ア、まあ、ラウホ、モリージョ、まあまあ、それに代わるアイドゥも、ね、こう含めて、うんまあ、キーパーのところも含めて、ちょっと失点は後半戦もあるのかもしれませんが、まあ、前半戦、この10位っていう順位は、ね、こ,うここ数年の残留争いぎりぎりまでしてきたセルタリを見てきた人間からすると、まあ、上出来かなと思いますね確かにね。はい、さて、ここからはボトムハーフに入っていきます11位がカーディスです。 まあ昇格組でこの順位なんで十分合格点、ね、えー、よくやりましたというところだと思いますでまあ昇格してそんなに大きくこうプランティージャーチームを変えずにアルベレス・セルベラ監督の、ね、こうソリッドな4 4に引き続きというところなので、まあ、セグンダー時代もやっぱり重心低く、まあ、自陣でスリーライン形成してカウンターというところはやってましたので、まあ、それが見事にはまったのがレアル・マドリー戦での勝利だったと思いますので。 まあそういうところでいうとネグレド、ね、チョコロサーノがうまくうんこう点取った試合に関していうと、まあ、<laughs> 勝ち点を取れてますけど、まあ、な,なんせやっぱり昇格組はどこもそうですけどもなかなか簡単にこのプリミラでは点取れないのである程度守備は計算できてもやっぱり勝ち点3取るっていうのは難しいかなというところはありますが、まあ、11位にいますので、まあ、十分こう。 後半戦にかけてもこう残留争いを免れるような戦いはしていけるんじゃないかなともともと守備でいうと計算できる選手多いですから、まあ、ファリなんかも、ね、こうセンターバックからアンカーでボランチで使われながらうまくやってますし4戦、ファリなんかのダブルボランチは硬いと思うのでなかなか、うんまあ、簡単に負けることはないチームだと思いますし、まあ、十分、プリミラでやっていけるというだけの自信を得た前半戦だったんじゃないかなと思いますなるほど12位がレバンテですね。 はいまあ、レバンテはもうちょっと期待してたんで、まあ、若干、前半戦は個人的にはうんもう少しできたでしょうっていうようなう点数かなというところですけども、まあ、それぐらいやっぱり陣容は今シーズンでいうとうん、まあね、フォワードのところで選手の入れ替えはありましたが、まあ、ただ、レアル・マドリーからデ、ね、フルトスダニ・ゴメス取りましたし まあ、ロジェル・マリティとかセルフィオ・レオンでモラーレスもまだ健在ですので、まあ、前線は駒がいてなおかつプリメーラでもじょ十分もしかするとヨーロッパリーグ圏内に、ね、争えるぐらいの、まあ、得点力決定力はあると、まあ、ただ守備のところはというところはありますが、まあ、ただ特に序盤はやっぱ全然勝てなくて、まあ、パコ・ロペス監督もさすがにあまりにも勝てないので、ね、首がみたいな話ありましたが、まあ、本当いいサッカーはしてるので。 まあそういう意味で言うと、ね、まあけ人もちょっと前半戦は多かったので、まあ中盤のところも、まあ人がね、出入りして入れ替わりがあったんですが、まあここに来てだいぶ安定した戦いはできているのと、まあコパなんかでもいい試合を、まあね、バシャドリード戦は、こうかなりドンパチやりながらのね、こう、 点は取るけどやっぱ取られるっていうとまあそれはもう分かった上でパコロペス監督そういうサッカーしてますからまあだいぶまあそういうサッカーをね皆さんにこうレバンテてもう少し上の順位で見てほしいですけども、まあ、後半戦に向けてはだいぶ陣は整ってきてるんじゃないかなというふうには思います。 えー、13位をにわかに注目を集めているヘタフェですね。<laughs> まあそうですね久保が加入したことによってだいぶねこう、まあ、後半戦は勝っていくと思いますけども、まあ、前半戦のヘタフェに関して言うとだいぶ苦しんだなとボルダラス監督の体制で5年目。 でまあプリメイラでは3シーズンねこうやっての4年目ですからまあそういう意味ではだいぶこれまでの3年と違ってまあスタイルは変わらず相変わらずハイプレスハイラインで局面激しくロングボール放り込んで武闘派のバチバチやるサッカーですけども、まあ、それがだいぶ各ラリーが他のチームもそれができるようになってきて同じようなことをされてで特にハイラインの背後を取られた時にはちょっと。 簡単に失点し,してしまうなっていう今シーズンですし、まあ、あと前線に関しても、まあ、ホルフェ・モリーナが抜けただけでその分エネルが入ってきてき、ね、クチュエルナンデスも入ってきてるんですが前線で点取れないっていうところでいうとまあやっぱり勝ち点ん取りにくくなった今,今シーズンの序盤かなと思いますんで、まあ、ただ、まあ、ベースはもう,、ね、こうベースの選手は決まっていて。 まあ今シーズンはヨーロッパリーグもないので、まあ、そこまで過密日程ではないと思いますので、まあ、後半戦に向けてはあれには久保も入ってくるのでだいぶ今の順位からは巻き返して、ね、コトップハーフに入ってこれるだけのチームじゃないかなとは14位、15位、16位が20ポイントで、まあ、ポイントでは並んでいるんですが順位のバレンシアはいかがですか。 バレンシアは、うんまあ、だいぶ初めのところでも僕も言いましたけども、<laughs> まあ今シーズンは残留できれば御の字っていうところでスタートしてると思いますので、まあ、ハビ・グラシア監督も全然補強されない中で、選手が、ね、抜かれていく一方の中でよくやってると思いますし、まあ、ハビ・グラシア監督以上にやっぱりガヤとカルロストレールのカンテラードの カピタンたちが本当にチームを引っ張っているので、まあ、本当にそういう意味ではよく戦えているなと、まあ、ただサッカーの内容を見たときにはもう少し全体のラインを上げながらこう4う4 − 2でアグレッシブにプレッシングをかけていっていいんじゃないかなと思うときでもなかなかこう引いちゃうのでやっぱり相手に簡単に押し込まれるなというところがありますので。 まあもちろんね、こ,うこれだけ視力が抜かれたシーズンで、でね、こう補強もなかったので、見ようによっては残留争い仕方なしやむなしっていうチームなんですけども、でも今、いる選手たちの質を見ると、やっぱり質は高いので、十分ヨーロッパリーグ圏内ぐらいだったら戦えるし、じゃあ、グラナダよりも劣る今、プランティージャかっていうと、決してそうは思わないので。 まあ十分、ね、7位前後は狙える、ね、こうチームの各選手たちだと思うので、まあ、そういう意味で言うとやっぱ前,前線のところ、まあ、チームの順位、勝ち点はこんなもんかなと思ってますが前線のところで、まあ、ガメイロとかマキシ・ゴメスとかマルバ・ジェホとか、まあ、もうちょっとこうストライカーがこうリーダー格のストライカーが出てくると、まあ、マキシに期待したいですけども出てくると、まあ、サイドは右も左も取れる選手はいるので。 そこからのクロスでの得点パターンが出てくるともうちょっと上の順位にいけるかなというふうには見てます。 エイバルも今シーズンはやっぱり主力をだいぶ抜かれて、特に俺じゃないエス,カレンエスカランテが抜けて、で、代わりの補強もそんなに大きくはなかったんですが、まあ、ムトが入ったことでね、日本人的には、うん、まあ、イヌイもムトも見る見れるんでっていうところありますが、まあ、やっぱり今シーズン最大の補強はブライアンヒルですよね。で、まあ、序盤で言っても、こう、まあ、 若手の中では一番台頭したんじゃないかなと思いますので、まあ、左サイドはちょっともう彼のラリーガの全体の中で見ても、左サイドあれだけぶち切れるで、躍動感ある左サイドのんこう、まあ、エストレームはいないので、ウィンガーはいないので、まあ、そういう意味では、まあ、ブライアン・ヒルがしっかりと稼働して、あとはキケ・ガラシアが前線で点取れれば勝ち切れるかなと、まあ、それ以外で言うと、まあ、あまりかわぼれは変わらないですし、 まあ正直、引けガルシア以外に点取れないというところがマセル・ジェンリー君、武藤にもうちょっと点取ってほしいですけど、まあ多分そんなには取れないと思うので、まあ、そこかなというところはありますが、まあ、守備のところはネンドミトロブルビッチも含めて守備は硬いので、まあ、残留争いに巻き込まれてもしのげるんじゃないかなと思いますなるほど、えー、16位はバシャドリーです。 はい、前半戦はやっぱりね、こう相当勝ちきれずに、一時は、たぶ確か最下位ぐらいにもなったと思うんですけど、本当、勝ちきれずにセルヒオが、ね、解任されるかみたいな話ありましたが、まあ、やっぱりだいぶ上げてきたなと、まあ、今シーズンは、まあ、フォワードのところで点取れる選手をっていうところで、まあ、補強もしてますんで、まあ、バイスマンなんかが当たるかなっていうところと、まあ、マルコ・サンドレも含めて、ツ、ま、ー、あ、トップにしない時もありますが。 まあ、トニー・ビジャも、ね、こうそれなりに点は取ってくれますし、まあ、全体的にバランスいいチームでそんなに変わってないでセルヒオ監督の戦術も浸透しているので。 まあ十分、この16位残留圏外にいますので、まあ、前半戦は合格で、まあ、後半戦に向けてもまあ同じようにまあ15位以上になったりは多分しないんじゃないかなと思いますが、まあ、基本的にまあ点取って勝てる試合をものにできれば、まあ、このぐらいの順位で残留できるぐらいの今チーム6位が前半見えたんじゃないかなと思いますねなるほど、えー、残留圏17位があとおさすなですね。 オサスナも基本的にジャグバーラ・サテ監督継続で、まあ、基本的に主力もほぼ変わってないと、まあ、前線のところはここもバザードリードと同じように、ね、ブディムリ入れたりとか、まあ、やっぱチミアビラが長期離脱しているところが響いてますが、まあ、でも、そういう,、ね、こう前線のところで昨シーズンマジョルカで相当点取ったブディムリが入って、まあ、そこがちょっとフィットしなかったんで。 あの勝ちきれない試合があったりとか、まあ、ずっと何試合連続未処理だったのかな、まあ、だいぶこう勝ちきれないという試合があって久々に、ね、こう先日勝ちましたグラナダ戦で勝ちましたが、まあまあ、それ以外でいうと陣容は変わらないプラスうん、まあ、やっぱりだいぶ戦術的にも浸透はしてきていると思うので、まあ、ただちょっと荒で監督も。 確か3、四年、まあ三年、三年目かなんで、ちょっとマンネリ化っていうか、まあ、やっぱりお客さんがいないんで、エルサダラのお客さんの後押し受けれないんで、アグレッシブさは欠けてるなと。 なので、まあ、そこがちょっと無観客に慣れてしまった分、なんかそういう,こう相手を飲み込んでやるぞみたいな、こうモチベーションの維持が難しそうだなっていう前半戦には見えましたんで、まあ、早く、だから、おさすな一番こう、ね、こう無観客、有観客での試合を望んでるんじゃないかなと思いますけども、まあ、戦い方としては十分、あの手応えはつかんでる前半戦だと思います。 プリメーラディピションは18位から20位までが受動降格になりますさてここからは降格ゾーンなんですが18位がアラベースはいまあアラベースはねパウロ・マチンこう呼んできて基本最初はねスタートは彼のやりたいね3・4・2・1で入ったんですけども3バックで入ったんですけどもやっぱりね彼の場合システムから入るんでそこにそこまあチーム あるいは選手の質がフィットしなければ難しいっていうところは、まあ、次郎内外はそんなに当たってないと思うんで、はい、まあセビージャでもそうでしたし、まあ、エスパニョル、昨シーズンもちょっとあって、うまくいかなかったし、まあ、今シーズン序盤のアラベースもそれが出ましたと。で、まあ、ただ、バウロマーチンがすぐにそこは柔軟性聞利かせて、フォーバックに戻して、まあ、だいぶ安定して勝って、勝ち点も積み重ねたんですけども、まあ、そこから、 まあ多分こうフォワードのところでいうとルーカス・ペレスホセルのところとかのうまくうまい使い方ができずに点が取れずに勝てずにっていう試合が続いてまあやっぱり監督交代がもう早くも起きてしまいましたとでまたアベラルドを呼んできてまあアベラルド呼んできても基本的にアベラルドマネージメント型の監督でそんなに戦術的に細かくないんでまあ基本的に自由にやらせるっていうところで言うとまあまあそんなに変わりはないかなっていうところはありますし。 まあただ使い方見てもちょっとルカスペレスなんか最近あまり疲れて方してないですしベンチ温めてまあ基本的にはホステルとエドガル・メンデスが最近出てるとでまあやっぱボランチのところが気になっててここ数年まあねマヌガラシーがだいぶ高齢化してこうそんなに <laughs>、うん、まあ まあ基本的にはベンチから出る方がっていう選手になってしまってますしまあバターグリア、とマス・ピーナもやっぱりボランチとしてそんなにこうアラベースの戦い方でボール買ってこうしっかりライン間のスペース埋めてみたいなところはそこまでうまくないので結構こう真ん中から崩されることも多いかなと思って見てますしまあちょっとまあ今まで話した中でいうと結構、この18以下に沈んでしまう可能性危険性も立て直さないとあるなっていうところは思いますしまただ、 効果不効果前線でいうとルーカスペレス、ホセルは点取れるストライカーでまあデイビルソンもいますしまあ点取れる選手は持っているのでまあいかにそこまでボールを運ぶのかというところとまあそういう意味ではあまり引いて守ってロングカウンターよりもこうアグレッシブに行くときには行ってというところがやった方がいいんじゃないかなというふうに見える前半ではありましたかね,なるほどね。はい 19位がエルチェ、ですね、はいまあ、エルチェ入り出しのところは良くて、まあ、アルミロン監督、まあね、昨シーズンはパチャッタ監督のもとで上がって、昇格組ですけども、アルミロン監督を持ってきて、でまあ、ヨーロッパでやったことない監督だったんで、どういう形でやるのかなと、まあ、いうところでいうと、攻、ま、守、あ、で可変システムを使って、ビルドアップのところなんかも特徴的で、まあ、基本的にスリバックベースで、ウィングバックもかなり高い位置に上げて。 まあしっかりビルドアップのところから下からつないでというところはやりますが、まあ、どうしても点が取れない、まあ、ルーカス・ボージェが前線でいますが、まあ、そんな点取り屋ではないと思うので、まあ、やっぱり勝ちきれない点取れないというゲームが多いなと、まあ、なので、まあ、もうちょっとうん、まあ、あとはこ,うこのチームエドガル・バディアキーパーのところがだ,、まあ、だいぶ効いててそこでだいぶシュートストップしてくれるので失点のところはだいぶ防いでいると思いますし。 まあただ、やっぱりそういう,こう昇格組にもかかわらず結構、ボール握りながらうんサッカーしようとする分まあだいぶそこがポリッシングではめられてまあ序盤はやっぱり相手もねそういうところスカウティングできなかったんですけどそれが前半戦試合重ねるうちにどこもそうやって握ってくるからはめに行こうって言ってうまくボールか刈られたりとか高い位置で失ってのショートカウンターもやられてますんでまあちょっとその辺のやり方が次の プランがないとアルミロン監督もちょっと難しいのかなと思いますので今はちょっとちょうど前半戦の終わりにかけて言うとチームが今壁にぶち当たってるようには見える前半戦でしたがまあただ中盤のところで言うとラウル・グティなんかねサラコサから取ってきていい活躍してる選手もいるのでまあ選手のうまい使い方すればただまあ冬の補強はできないんでまあうーん今の選手でうまくやりくりして違うプラン B を アルミロンカーとか見つければちょっと残留争いは抜けるかもしれませんがちょっと今は壁にぶち当たってますっていう前半戦ですね。なるほどねで今20位に沈んでいるのがウエスカです。 はいまあ、ウエスカもエルチェと、まあ、エルチェ以上に、ねまあ、ミチェル監督のもとで、まあ、昨シーズンセグンダの、ね、優勝を決めた時からしっかりボール握ってポジショナルプレーを徹底的にやるんだということでこのプリメラでも挑戦してますし、はい、まあただ、やっぱり序盤の開幕時期のいい内容で相手が圧倒しながら点取れずに逆に点こう少ないチャンスで。 え失点して負けてしまう引き分けてしまうということで本当に勝てなかったのでまあまだ20試合やって1勝しかしてませんからまあそういうところを見ても見てる監督がまあだいぶねこう我慢して見てる監督に任せましたがまあさすがにもう無理だなというところで判断されてまあ解任になってしまいましたのでまあパチュータ監督になってまあ20節まで1920節引いて。まあ まあなんとかそこの違いで言うとだいぶ守備のところは3バックも使いながらえ今までとは違うやり方でしっかりとこうスペース埋めて少し重心は低くなるけどもカウンターもやっていこうということになると思うんですけど。 まあそこがうまくこのシーズンの変わり目の半ばのタイミングでフィットするかなというところと、まあ、ただ選手のところでいうと、まあ、そんなに悪い選手は、ね、こういないというか、まあ、プリメラで十分通用するなという選手は多いので、まあ、その中の1人が岡崎慎司だと思いますけども。 まあやっぱりこう特に左右のところのバランスもいいと思いますし、まあ、ただ、モスケラだけはちょっと買いきかないのとセンターバックのところはちょっと不安かなと思うので、ねまあ、だから、ちょっと3バック使った方がいいかなと思いますけども、まあ、そこで言うと、まあ、どう運んで、まあ、これからパジタ監督のもとで多分こう5バックのところからカウンターで、まあ、サイドからっていうところで言うと、まあ、サイドからクロス上げる選手が誰になるのかなと、まあ、前半戦はオンティベルスが左なんかで言うと まあレギュラー取ってましたけども、まあ、個人的にはダビド・フェレイロとか、まあね、セルヒオ・ゴメスみたいな選手ウィンガータイプでしっかりクロス上げれる選手の方がパチェダ監督のもとではハマるのかなというふうにも見えますので、まあ、その辺がこうどう今後変わっていくのかなというところと、まあ、ちょっとね今でいうと勝ち点もだいぶ、ね、17位までに6差ありますからちょっと厳しいので。はい まあ試合数多いとはいえ、やっぱりもう少し勝ち点積み上げてないと厳しいんじゃないかな、まあ、現段階でいうと前半戦はまあ、ね、残高確候補ナンバーワンになってしまうのかなと、まあ、順位はもちろんですけども、まあ、内容も含めてこう、まあ、合格点、不合格かなというところは前半戦ありますかね,ね、えー、20チームのすべてコメントいただきました、ありがとうございました。 この流れであの小澤さん、その残留争いの話をしようと思いますが、100周年のアラベス、けが人が多くてかわいそうなアルジェ、岡崎選手のエるウエスカというところが沈んでいるんですが、今、小澤さんの話もありましたが、おさすなが17位残留圏内、こことのポイントディファレンスが6という状況なんですが、その上も実はそんなに差がなくて、残留争いに巻き込まれそうなチームというと、どの辺になりますか。 基本的に今、この20節終了段階での14以下、バレンシア、エイバル、バジャドリ以下は、基本それぐらいの戦いになるんじゃないかなと思いますんで、7チームぐらいが残留争いしていくんじゃないですかね。そうすると、今、この段階で、今、下に沈んでいるチームが一気に上昇するような要素は見当たらないということですね。あの連勝したり、3連勝したりは、多分しないどこのチームだと思うので。<laughs> ねうんまあ、やっぱりこう勝ったり負けたりしていく中でいうと、うんまあ、なかなか順位を10、ね、位とかそういうところに上げていくのは難しいと思います、どこもなるほど分かりました続いてはですね、えーまあ、あ印象に残ったりチームと選手という話題なんですが、えー、ピチーチ、サモーラこの間のところが、まあ、スアレス、オブラクというですと、ね、もにアトレティコの選手が。こう 優秀なわけですが小澤さんはこの2人に続く選手って言うとどんなところを見ていらっしゃいますか、まあ、エンネシリがねこうピチッチのところでいうとルイス・アレッツと同じ12ゴールなのかななので、まあ、そういう意味でいうと、まあ、本場のところから福平出てきたなっていうふうには 見えますし、はい、まあ得点、それ以外で言うと、まあね、やっぱりアトレシコでマドリーがあまりにも前半戦は完璧すぎた、強すぎたので、まあ、その中でも点取れて守れるというところはありますが、まあ、キーパーのところで言うと、総じて前半戦は各チームのゴールキーパー、レベル高い選手は結構こういい活躍してたなというところで言うと、まあね、前半戦のところで5名のところで挙げたエルチェのエドガルバディアだったりとか、まあ <laughs> うん、エイバルのドミトロヴィッチとか、まあ、そういうキーパーは、ね、意外にやっぱりしっかり安定して止めるなというところは感じましたし前半戦は本当にポルテロたちの前半戦と言ってもいいぐらいの、うん、活躍が目立ったんじゃなないいかなと思います、うん、印象に残っている、まあ、選手ということで伺いたいんですが、まああまあ、そうです選手と監督など監督の交代もありました。 こう前半、総じて印象に残っているチームや選手、監督などあれば、げてくださいまあ監督はやっぱ、神妙ですかね、まあ、10年目でこんなに変えられるのかって、ちょっとびっくりしました。誰も予想してなかったと思うので、まあえー でね、こう基本的にルシッサレス取って、ね、前線で守備でいうと多分計算できないけどどうやるのかなと思ったらちゃんと解決策を回答を用意してたのでちょっと驚かされましただからやっぱり年数でマンネリとかサイクルでとか言っちゃいけないなと思って。<laughs> ジャーナリストとして、こう反省の弁を述べたいと思います。シメル監督。すいませんでいあるものですからね。で、間違えたらごめんなさい。で、また先に進んでいかないとしょうがないと思いますが。ただ、このまま、あのアトリコでマドリーが、まあ、優勝するとすると,すると。もう、このままだと、M. V. P. ルイススワレスみたいな、なんか流れになってますよね。そうですね。まあ、でも、ルイススワレスよりも。 MVP、まあ、試合の内容を見たらやっぱコケとか、オブラクはまあサモラ取れるんであれですけど、うん、でもマルコス・ジョレンテとかそういう選手じゃないかなと思いますけどね。なるほどね、そうか、うん、その辺の、ね、誰を押すかっていうのと、例えばヘッドラインの作り方っていうのと、うん、こう内容を見て評価するのってのはまた違いますもんね。うん、そうですね、まあ、最後 決めるなっていうのは確かにルイス・アレスなんですけどね、そこまで作ってたりとか、まあ、今シーズンのコケのこう使われ方は、ちょっとそれから苔のやっぱりや、ね、それをしっかりとパフォーマンスレベルの高さを見ると、あこういう使い方あるんだなっていうのはちょっと驚きましたね。監督が変わったということで、これはやっぱ小澤さんに聞きたいなと思うのが、えー、アトレティック・クルーブ、いい監督ですね。マルセ バレンシアっぽくなってきましたアトレティックどこかいやもうバレンシアっぽいですよ <laughs> そうそう本当にコパ・コパ・デ・レーでの、ね、ファイナルでバルセロナメッシの本当いい時のバルセロナだったと思うのであの時はね、はい、いやもう完全に4 4 2で封じましたから、うん、やっぱりそういう。 しかもこの1ヶ月も経たずにそれをね浸透させて機能させるっていうのはさすがだなという思いますしまあ戦術だけじゃなくて間違いなくこうロッカールームの掌握人身掌握術も含めて持ってる監督なので、うん。 まあやっぱり会見も面白いですしやっぱりそういう監督がまたラリーガに戻ってきてくれたのはな嬉しいなと思いますし、まあ、ラそのスペインのメディアなんか見てても地元のビルバーのこうメディアじゃなくてどっか大手のメディアの記者がなんかがマルセリーノ枠は必ずラリーガとして用意しとかないといけないとマルセリーノぐらいの監督がこうね,くね 職業ない、まあ、その率いるチームないみたいな期間があっちゃいかんと。だから、リーガ枠で必ず取っとけみたいなこと言ってましたけど。うん、まあ、確かにそれはありだなと思ったぐらいの、今監督だと思います、ねうん。まあね、アトレティックの中には、マルスリーの監督が好きそうなタイプの選手多いですもんね。 そうですねでやっぱりアグレッシブで基本的に守備でハードワークできる選手が多いので彼、まあ、自身も言ってますけど、まあ、マルセリノ自身もねこうアストリア州のヒホン出身で、まあ、スポルティング基本といえばやっぱり、ね、カンテラ、うんえー、もうやっぱり定評あって、まあ、スポルティング基本自体がレサマのスタイルをこうやり方を模倣して自分たちでねこうトレーニングセンターを作っているチームなので、まあ、そういうところから育って選手としても監督しても経験しているので。 まあ、スムースに入ってていいいけけたんじゃないかなかと思いますけどね,なるほどねさて最後になりますけれども30節までの見どころというところで、まあ、チャンピオンズリーグヨーロッパリーグも、えー、再開されますし、えー、26節にはマドリードダービーそれから30節エル・クラシコもあります小澤さんがこう注目している30節までの見どころを教えてください。 まあ基本的にアトレシコ・デ・マドリーの独走をどう止めるかですよね。だから、もう他がそが、今まででいうと2強に対して何とかしてやろうっていうところのコースがラリーガーにあったと思うんですけど、まあ、今シーズンはそこじゃなくて、もう2強はちょっと弱体化したから、まあ、アトレシコ・デ・マドリーの独走を止めてやろうっていう後半戦になっていかないと、本当に普通に独走されると思います。うん、まあやっぱりなかなか点取れないし、点取れるチームなので。 負けようがないし、ね、かつて取りこぼしのない、ないこうラリーがシオの今アトレチコの強さになってるんで。はい、ちょっとラリーが全体でストップザアトレチコでマドリーやっていかないと、独走されると思います。今以上に全然離される後半戦になるかもしれませんね。史上最高のサッカー選手、ディエゴマラドーナ。だが、歯車が狂い始める。 Yo que uno era Diego. 誰も見たことのない秘蔵映像とともに誰も知らない波乱万丈な人生が明かされるディエゴ・マラドーナ二つの顔 とということで今回のラリーが定点観測はあ前半戦総まとめということでお送りいたしましたえ。今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、えー、チャンネル登録、評価をお願いします、えー。動画に対する感想や企画のリクエストもお待ちしています、あのー。リモートになっちゃったんでね、おはがきとかまた紹介できなくなっちゃって残念なんですが、またきっとミッシーが良い考えを。 持ってくるんじゃないかなと。<laughs> 半働きを期待したいと思っています、えー。小沢さんにいろんな話を伺いました。小沢さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました、えー。ラリーが定点観測は毎週日曜日です。また来週お会いしましょう。ノスペモスチャオ